今日はね、山芋すりすりをしていきたいと思います。今日はママ特製のお好み焼きでーす。みんな各家庭であれやね、お好み焼きはみんな、あれかな、関西だけじゃないよね、別に。全国的にお好み焼きってあると思うんやけど。あるやんな。みんな、粉をね、入れてはるだけなんかなっていうとこもあるけど。うちは絶対こう、ママがこう、山芋さんを入れてくれて、水はないすっごいこれ、ふわふわになるんで、おすすめですよ。お好み焼きをするときは、僕はこの、これをすりすりします。でも僕は、山芋をすりすりしますけど、人間にごますりとかはできないんで、すいません。人嫌いなものなんで。でもほんまに、人嫌いやったのが、むーちゃんとももちゃんが来てくれてからね、ほんま家族になってから、笑顔が増えましたね。本当に笑顔が増えて、まあそれは僕も人間やからね、怒ることもあるし、ママと喧嘩もまあする時もありますけど、でもやっぱりね、思ってることをこうやっぱり相手に伝えへんと、腹で思ってても相手には絶対伝わらへんしね。喧嘩が悪い、喧嘩なんかしたらあかんって言うかもしれへんけど、喧嘩もできひんやったら、いい関係は多分築けへんと思うし、やっぱりね、お友達やったとしてもね、僕はお友達やったとしても、僕全然関係なくて、自分がムカついたら結構言っちゃうんで、まあ、それをどういうふうに取ってもらうかっていうのはちょっとわからないんですけど、まあ僕もそういうことで嫌な思いもしてきたこともあるんやけど、まあ、しずちゃんと知り合ってからは減ったかな。しずちゃんの飼い主さんとかもめちゃめちゃいい人ばっかりやし、ね、まあしずちゃんと会ったらまあ必然と笑顔になるんで、まあまあ僕も楽しく今はねできるようになりましたけど、人間関係って正直めんどくさいっすやん。もう相手がどんな人かも知らなあかんし、で自分自身のこともやっぱりある程度知ってもらわなあかんっていうのもあるんやけど、そういう行為が僕からしたらもうめんどくさくて、ずーっとそういうことはしてきてなかったんで、どっちかって僕、蒸れるんが嫌やったんで、ママごめん、これだけちょっとまだ剥いてきて。もういいで、それで。なんでもったいないちょいちょい、ちょ、使うから、もういい。あ、終わ使り。うの？もういい。だしです。はい。はい。な、これもう、撤収。ということで、今のね、しずちゃんの友達の飼い主さんっていうのは、まあ、ほんまに、仲いい人っていうか、まあ、知らないよ。僕を知ってもらってるっていうよりも、むーちゃんとももちゃんをね、あとママをね、大事にしてくれるお友達っていうのが僕は、好きなんで、僕のことはまあ正直どうでもいいんですよ。僕はもう、しずちゃんが大好きなんで、しずちゃんとお話できたり、触れ合ったり、抱っこさせてもらったら、僕はもうそれで十分幸せなんで、まあ、これからもね、むーちゃんとももちゃんとママとね、仲良くしてもらって、まあ僕はもう付属品みたいなもんなんですけども、まあ、こんな僕でもまあ仲良くしてくれはる方がいっぱいいらっしゃるんで、今は本当に幸せかなと思ってますんで、これからもね、むくももパパチャンネル、まあ、むーちゃんとももちゃんが基本なんですけども、仲良くしていただければ幸いかなと思ってます。で、来たる12月の8日の、愛知県で行われるワンダラケなんですけども、今回ちょっとやってみたいと思ってね、僕、立候補をちょっとさせてもらって、今回ちょっとお主にさせてもらうんですけども、させていただくんですけども、まあ、正味ね、
今までやってこられた方のようにそういうふうに上手に僕うまいことさばけないと思うんで、自分なりには一生懸命頑張ろうと思うんですけども、不慣れなところがあるんで、温かく見守っていただいたら嬉しいかなって思って、今回1時間っていう時間があるんで、抱っこね、正味ちょっとできひん、お風主なんで抱っこをさせてもらえへん可能性もあるかなと思うんですけども、もし抱っこさせてもらえる時間が、余分な時間があるであれば、僕はもう二の月でいいんで、抱っこさせてもらえる時間がもし余ったら、抱っこさせてもらいたいなと思うんですけども、まあ一応僕はもしね、しずちゃんが来られはったら、まあ一人一人ワンちゃんのお写真とかね、それは抱っこは できひんかもしれないんですけど、とりあえず僕はもう一人一人も来てもらったしずちゃんに対してはお話と、まあ、お声かけは絶対したいと思ってるんで、あ、もーちゃん来た、こっち来て、それは僕はもう今回抱っこっていうよりも、集まってね、そのしずちゃんのオフ会に集まってくれたっていうそのお気持ちが嬉しいということで、まあしずちゃんとね、触れ合う時間をちょっと自分で今回は取ってみたいなと思ってますんで、まあその時にちょっと初めてのねしずちゃんの方もいらっしゃるし、飼い主さんの方も初めての方もきっといらっしゃると思うんですけども、その時はちょっとゆっくりね、ご挨拶できたらなと思ってますんで、ちょっと不慣れな部分があると思うんですけども、一応ね、何人かのお友達がね、協力してくれるって言ってくれてはるんで、オトファミリーのね、パパさん、お手伝いしてくれるっていうみたいなんで、もう心強いんで、あと、まあモカレタティーチャーのねパパさんとママさんもお力添えしてくれるって言ってはるんで、はい、あとリクアンスーの一子ニカちゃんのさっちゃんは私に任しとき、私がいたら大丈夫やって言ってくれてるんで、すごい心強い人なんで、ちょっとお助けいただこうかなと思ってますんで、よろしく、当日天気だけやね、天気だけはちょっとわからない、読めないんでちょっとわからないんですけども、天気ね、快晴でありますようにと願っていますんで、まあその時お越しになる時は皆さんくれぐれも安全運転で怪我とかないようにね、してもらえちゃう、12月最後なんでね、ワンだらけも、一番のビッグイベント、愛知県でのビッグイベントなんで、もう本当にそれ をやらせてもらえるっていうことが僕にとってはすごい光栄なんで、一人でもね、むーちゃんとももちゃんをしていただけたらと思って、今回ちょっと立候補させてもらったんで、すいません、この場をお借りして、いつもむーちゃんとももちゃんとね、うちのむくもママのことね、大切にしていただいて本当にありがとうございます。では今から僕お好み焼き食べるんで、お好み焼き食べますんで、皆さんホットプレートよろしゅう、なんか言われてるんでホットプレートを用意していきたいんで、皆さんも明日からまた月曜日で仕事なんで、美味しいもん食べて、明日からの英気を養って、また頑張ってください。はい、ということで、むーちゃんとももちゃん、ちょっと一瞬だけね、さっきもむーちゃん来てくれたんですけど、なんかママが台所に立ってる時はもう一切もうそっちばっかりいかはるんで、僕のことは無視なんで、まあ一瞬ちょっとむーちゃんが来てくれたんでよかったんですけど、まあまあ朝晩ね、ちょっともう終わる言うてもこれほんまに最後で、朝晩ちょっとほんま寒くなってきてるんで、風邪とかね、体調とか壊されへんように、来てもらったらいいかなと思ってますんで。ではすいません、じゃあちょっとホットプレート用意していかなかったら、僕ちょっと怒られちゃうんで、すいませんけどこれにて閉店ガラガラとさせていただきますんで、ではよろしく、ありがとうございました。閉店ガラガラ。